トリックアトリート不思議な輪っか作朗読森宝、聞いてくださってありがとうございました。今回ですね、10月の31日が近かったことがあって、ハロウィンを題材にした作品みたいなものを探していたんですけれども、なかなかないんですね。いわゆるまあファンタジックな、どちらかというとアニメっぽい感じの作品が多かったんですよ。なのでちょっと朗読には難しいかなと思ったので、自分の作品を書いて、朗読をするという感じで、やってみました。いかがだったでしょうか。今回このフリートークの方では本編の方には一切触れませんので、まだ聞いていないよという方はリンクの方を貼っておきましたので、もしよろしければそちらの方も聞いてみてください。はい、ハロウィンについて今回いろいろ調べてみました。やっぱりだいぶ日本とイメージが海外では違うのかなっていう気がしました。日本でいう今のハロウィンを言うと、やっぱり渋谷っていうことになるんですかね。まあコスプレをして、まあこうみんなで練り歩くっていうような、どちらかというと若者の若い人のイベントっていうカラーが強くなっているのかなという気がしました。でも今回作品の中で題材にしているイギリスのハロウィン、まあなんでイギリスのハロウィンかっていうと、この不思議な輪っかっていうところに引っかかってくるんですけど、まあ、この不思議な輪っかっていう話の伝承があるのがイギリスだったので、イギリスのハロウィンというものをまあ中心に書くことにしました。あとはハロウィンのイメージで言うと、結構ハリーポッターも強い方多いんじゃないでしょうか。ハリーポッターもまあイギリスを代表する作品ですから、まあ、そこにもちょっとつながっているのかなというような気がしました。でこのイギリスのハロウィンというのが日本とは違って、子供たちのお祭り、子供たちが楽しいお祭りっていうカラーが強いんですね。なので、そこをかなりこう掘り下げて書くようにしました。はい。でまたこのハロウィンっていうイベントを題材にしている作品といえば、僕の中ではやっぱりナイトメアビフォークリスマスは外せないのかなっていう気がします。まあむしろほとんどの人が思いつくのはそれとかなのかなっていう気はしますね。まあハロウィンっていうタイトルの作品ってどちらかというとホラー映画とかパニック映画が多いんですよ。ハロウィンの日に怪物たちが暴れ出すっていう方向性になりがちなんですね。なんですけど、そこからこうヒューマンとか、まあ、ドラマ的なところに行く作品っていうのは意外とないですね。題材にしづらいのかもしれないですね。こうクリスマスだとか、あとはバレンタインみたいな完全な恋人たちのイベントっていうカラーがあまり定着していないので、どちらかというとラブロマンスとかそういうのには使いづらいイベントとしてハロウィンがあって、でまた家族愛みたいなものを描こうと思ってもちょっと希薄なんですよね、ハロウィンの思い出って。なんかこうもっとこうなんて言うんでしょうね、家族の絆がわかるよみたいなエピソードに仕上げづらい、そんな気がしました。なんか見ている作品もそんな感じがしました。はい。ただまあこのティム・バートンの原案制作のナイトメアビフォークリスマスはハロウィンのちょっとこうダークな闇な部分と、あとはクリスマスの華やかなこう楽しげな雰囲気と、さらにそこにラブストーリーがかなり入ってくるんですよね。なのでこう初めて見たのは多分本当に小さい頃だったんですけど、大人になってからだとまた新しい方向で楽しめる面白い作品だなと改めて思いました。はい。公開が1993年なので、ほとんど私と同級生ですね。うん、なんかそれも面白いです。もっと前の作品なのかなって感じはしたんですけど、まあ他に類を見ない
長編ストップモーションアニメーション、ナイトメアビフォークリスマスですね。はい。でこれ監督がティム・バートンだと思ってる人が意外と多いんですよ。違うんですよね。監督はヘンリー・セリックなんですよ。でこのヘンリー・セリックといえば、まあ、後にあのジャイアント・ピーチっていう作品を、作ったことで有名な監督ですね。ジャイアント・ピーチもかなり世代によって知る知らないが激しい作品なんじゃないでしょうか。これは、1996年公開だそうです。調べました。まあアメリカの映画ですね。まあ最終的にこう舞台がニューヨークになるんですけれども、それまでニューヨークを目指す、一人の少年と、あとはまあ奇妙なおかしな奴らの冒険っていうのが、このジャイアントピーチの大筋になります。大筋？うん、柱になりますね。で、ジャイアントピーチで触れたいのはやっぱり何といっても映像なんですよ。これあの見てると本当びっくりするんですけど、実写映像とストップモーションをまあ組み合わせてるんですかね。序盤は実写なんですよ、ずっと。でもそれがだんだんなぜかアニメ映像に変わっていって、最後の方もまた実写に戻ってくるっていう、なんか不思議な構成の映画でしたね。うん。まあ、なので変わったものみたいなとか、なんか最近の映画マンネリしてるなっていう風に感じる人は面白いのかもしれないですね。ただまあヘンリー・セリック監督のまあ独特なユーモラスというか、なんでしょう、こう万人受けする作品ではないと思います。映像もそうだし物語もそうだし、なんかこう一癖も二癖もあるような、うん、受け入れられないっていう人も実はいるんじゃないかなと思いますね。まあ、それはどれもそうなんですけど、この映画は特になんかこう食わず嫌いして避けられがちな気がします。はい。でも本当に映像もストーリーも面白いですし、全体的な完成度は相当高い映画だなぁと僕は思います。はい。なのでね、こうナイトメアビフォークリスマスってなぜかこうヘンリー・セリック監督の名前が出てきづらいんですよ、監督なのに。やっぱりティム・バートンのイメージが強いんでしょうかね。うん。ナイトメアビフォークリスマスもやっぱりなんでしょうね、独特の世界観だし、あとはやっぱりハロウィンっていうのをこう日本に広めるきっかけになったのがディズニーさんっていうのも大きいんでしょうけどね。うん、この作品のおかげで知られていったっていうのはすごく強いのかなっていう気はします。うん。冒頭であの出てくる、This is Halloween っていう曲があるんですよ。まあもう一度聴いたら忘れない独特なリズムと、まああとはこう一人の誰かが歌っているわけではなくて、まあ、ミュージカルのようにこのハロウィンターンっていう、まあウィッチだったりゾンビだったりスパイダーだったりあのゴーストだったりいろんなものが住んでいる、怪物が住んでいる町のその怪物たちがそれぞれのパートを歌っているっていう構成になっているので、まあとにかくいろんな声が出ていろんな歌い方が出てくるんですよ。なので、僕はこの朗読っていうのを勉強するときにやっぱり何でしょう、こう同じ声で読み続けるっていうと分かりづらい部分がどうしてもあるので、まあ、いろんな声を使ったりいろんな喋りを使ったりっていうのをまあ、なんとかやりたいなと思っているんですけど、その練習としてもこの This is Halloween っていうのはよく歌います。今でも歌ってます。もう本当に低音はもうものすごいこう低音なんですよ。ほとんどの人が出ないんじゃないかっていう低音使ったり、あとはまあ魔女たちの高音はものすごい高音だったりとか、うん、キャラクターナレーションをする上ではかなり重要な要素が詰まってる歌なので、なんか練習としてもよく聞く歌がこのナイトメアビフォークリスマスの This is Halloween っていう歌です。もしよろしければそちらも聞いてみてください。はい。というわけでですね、今回もまたあの10分ぐらい経ってきたので、これぐらいにしたいなと思っているんですけれども、あのハロウィンが終わったんですが、やっぱりハロウィンがハロウィンが終わった、終わってないですね、まだ。ハロウィン
がもうすぐ近いので、何言ってるんだろう、ハロウィンがもうすぐなので、もう少しだけハロウィンについて触れた作品っていうのを探してみようかなと思っています。うん、もしかしたらあると思うので、もし何かこうご存知なものがあればコメントか何かで教えてくださると嬉しいです。助かります、すごくね。なので、まあ今回は、自分のオリジナルでハロウィンについて、作品を朗読しました。また、今後もいろんな作品、まあ、オリジナルも含めいろいろやっていくつもりなので、もしよろしければ、チャンネル登録本当に励みになります。もうたくさんの方に、こんなにたくさんの方に登録してもらえると全然思っていなかったので、すっごく嬉しいです。さらにもういいねもたくさんしてくださって、もうコメントもたくさんもらえるようになって、本当に励みになります。なので、もしよろしければ今後もいろいろと聞いてくださるとすごく励みになります。嬉しいです。もっと頑張ろうと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。それではさようなら。